は僕、沢田さんのことが好きです。いきなりそんなこと言われても、私あなたのこと全然知らないし。僕はあなたのことよく知ってます。じゃあ何を知ってるのよ。沢田真由美さんは足が速くて陸上部で、勉強は一食いでお調子者で、家はすっごい立派なお屋敷で、三姉妹の末っ子で、あとは居残り補修組のマドンナで。どうしてそんな人を好きになるのよ。なんか僕に似てるとこがあるなって。そんなんでよく告白できたわね。でもその勇気は買うわ。振られたんじゃなくて、なかったことにしてあげる。ありがとうございます。よし、行け。はい、頑張れよ。ねえ、どうして知ったの？池田くんいい人じゃない。あんた知らないの？真由美は森山先輩が好きなの。え、そうだったの？ちょっと声が大きいって。青竹どこがいいの？あんなポマード野郎かっこいいじゃない。真由美の好きなタイプは植木等だって言ってたじゃない。うん、似てるじゃない。どこがよ、全然違うじゃない。似てるじゃない。森山先輩、東京の大学に行くんだって。なんで？なんで東京なの？知らないわよ。誰から聞いたの？噂で聞いたの。あんたの噂、いつもガセネタでしょ。位置についてよ。はい。おさだ、しっかり。青竹良くなった。はい。ね、あんまりさ、純子が廊下叩かれることないもんね。ないよね。うまいからね。うまいの？すごいよ。じゃあね。うん。バイバイ。じゃあね、また明日ね。バイバイ。さよなら。さよなら。じゃあね。なんだ、鈴木さんがお見えになられてます。どうも。今日は何か？実は市内に新しくデパートをオープンすることになりまして、沢田さんのところの卵をそちらの店舗でも契約してもらえないかとお願いに上がった次第です。いやー、ありがとうございます。お客さんに評判いいんですよ、沢田さんの卵は。そりゃどうも。ところで幸子さんはお元気ですか？はい。近々結婚すると聞いたんですが。はい。これを幸子さんに。すいません。じゃあ卵のことをよろしくお願いします。
ただいま。おかえり。あれ、お姉ちゃん帰ってたの？当たり前じゃない、幸子姉ちゃんの結婚式だもん。結婚式って日曜でしょ、今日まだ木曜日だよ。里帰りも兼ねて長めに休みもらったのよ。里帰りって言ってもお姉ちゃんのところ電車で1時間じゃない。まゆみ、早く着替えてらっしゃい、もうすぐご飯よ。はい。あ、コーラ一口ちょうだい。あ何これ、醤油じゃ。お醤油入れが壊れたからこれに入れてたのよ。もう早く行ってよ。あんたが勝手に飲んだんでしょ。もう何やってんの。ちょ、お茶ちょうだい。はい。ただいま。お父さん帰ってきた。ご飯にするわよ。みんな早く準備して。はい。前見も終わったの？誰と？幸子姉ちゃんの結婚相手。ああ、挨拶に来た時ね。どんな人？顔は西郷輝彦みたいな感じ。西郷輝彦？似てないわよ。仕事はどうなの？すごい忙しい。毎晩遅いし、洗濯物もいっぱい溜まっちゃって。うちから通えばいいじゃないか。給料だってそんなもらってないんだろ？別に一人暮らしする必要ないじゃないか。自立したいのよ。ゆきえはどうなの？何が？結婚よ、空いているの？私はまだそんな気ないわよ。今は仕事が一番大事なの。まゆみはどんな人がタイプ？私はね、背が高くて色白で、優しくて年上の人がいいかな。いいじゃん。私はな、なんだろうな、お金持ち。消えたら冗談よ。羊飼いの娘ジャンヌダルク18歳。18歳だぞ。みんなとそんな変わんないよね。何、これ何これ。森山先輩の第二ボタンを狙う女のリスト。こんなにいるの？どうする、一人ずつ潰していく？でも私喧嘩とか強くないし。何言ってんの、そうじゃないわよ。賄賂よ賄賂、これは政治よ、政治なのよ。沢田、静かにしろ。はい、すいません。沢田、あ、そういや聞いたよ、インターハイの予選すごい記録出したそうじゃないか。はい、ダントツで1位でした。すごいじゃないか。森山先輩から教わったことをしただけです。俺なんか言ったっけ？はい、私が入部した頃そのうちなんとかなるって教わりました。俺そんな無責任なこと言ったっけ？そんな無責任なところが森山先輩のいいところなんです。褒められてんのかけなされてんのか分かんないな。けなすなんてすごく褒めたつもりっす。座れば。はい、失礼します。あ、ここで降りるんじゃなかったの？ですね。うん、そうだな。私にん？あ、なんでもないです。
ちゃん上手くなったね。これでも一応プロだからね。昔カットモデルにされて失敗されて、あの時刈り上げにしたんだよね。あんたそれずっと根に持ってるわよね。最近はどう？勉強してる？うん、まあまあかな。高校出たらどうするの？わかんない。特にやりたいことないの？うん、特にない。好きな人は？いるよ。どんな人？優しくてみんなからテリーにされてて、頭も良くてかっこよくて、それでもって植木仁志みたいな人。え？学校の先生？え、違うよ、一個上の先輩だよ。あんた本当変わってるわよね。あれ、なんかお姉ちゃん今日嫌に優しいね。どうかした？一人暮らししてるとね、寂しくなって人に優しくなるのよ。まあなんか悩みあったらいつでも聞いてあげるから。ありがとう。電話、誰か出て。はい。もしもし、沢田です。もしもし、僕だけど。元気だった？久しぶりだね。そうですね。結婚するって聞いたよ。はい。おめでとう。ありがとうございます。幸子が幸せになることを祈ってるよ。はい。今日はこのことを伝えるために電話したんだ。本当は会って言いたかったんだけど。いえ、じゃあ失礼します。どうもどうも、おめでとうございます。どうもお忙しいところありがとうございます。お力もよくお見せ、ね、どうぞ奥の方に。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。私、綺麗？うん、すごい綺麗だよ。今度、お姉ちゃんの新居に遊びに行ってもいい？うん、大歓迎するよ。私が出てったら、あなた一人になっちゃうんだから、お父さんとお母さんのこと、よろしくね。うん、お姉ちゃん、もう一つお願いがあるんだけど。何？この部屋もらってもいいかな？いいわよ、汚さずに使うのよ。本当？やったー！まあ、ハルコ、ハルコ、はい、お調子、お調子。はい。すいません。ありがとうございます。どうかした？うん、うん。お姉ちゃん、今度いつ帰ってくるの？また近いうちにね。あんたたちもよくここで遊んでたわね。うん、そうだね。
真っ暗になるまで帰ってこなかったんだから。幸子姉ちゃんいなくなっちゃったんだね。いなくなったわけじゃないよ。会おうと思えばまたいつだって会えるんだから。うん、そっか。ここでいいよ。え、駅まで送るよ。いいって。真由美、ちゃんと好きな人に告白するんだよ。ちょっとお姉ちゃん。じゃあね。第二ボタンもらうんでしょ。きっともうないよ。プレゼントあげるんでしょ。もうじれったいわね。私が連れてってあげる。純子、自分で行く。先輩、卒業おめでとうございます。 ありがとう。鍋つかみ嬉しいよ。いや、手袋です。指まで作る時間がなくて。でも嬉しいよ。ちょっと沢田と一緒に行きたいところがあるんだ。一緒に行こないか。昔よく告発したよな。引退してから体力落ちちゃったな。大丈夫？大丈夫です。今だったら薫と純子にも負けちゃうかもな。最近あの二人はサボってますから。まだ先輩の方が勝ちますよ。沢田はあの二人と仲いいんだな。はい、小学校からずっと一緒でしたから親友です。いいな。俺にはそんな親友いないよ。この景色最後に沢田と一緒に見たかったんだ。そうだ、これって第二ボタン、沢田にもらってほしかったんだ。どうしたんだよ。国公立中学校の完全給食実施率は前年度から。おやすみなさい。おやすみ。あ、今日から幸子姉ちゃんの部屋で寝るから。おやすみ。おやすみなさい。また調査している公立小中学校の給食用食器の材質は複数回答でポリプロピレンが 32.8%、 陶磁器が 32.6% でした。
幸子さん。幸子はどこだ。なんで俺じゃねえんだよ。でも正当防衛なんでしょ。正当防衛って言っても人一人殺したんだよ。しかもお姉さんの前の恋人。表向きはね。え、どういうことそれ。なんかね、お父さんとその犯人とのトラブルって話だよ。それで撃っちゃったの。うん、噂によるとお母さんとその男が浮気してて、うん、それで頭がおかしくなっちゃって殺しちゃったって。うそ。死体には首がなかったって。怖い。幸子ちゃんも大変よね。結婚したばっかりなのに、うん、奥さんも亡くなって。しかも別居中なんだってよ。どうして旦那さんと一緒に住んでないの。いろいろあるんじゃない。ほら、事件が事件だったから。そうそう、雅彦さんと幸子ちゃん以前いい仲だったでしょ。沢田さんの養鶏場もあの件以来仕事がなくなったらしいのよ。そりゃそうよ、雅彦さんのデパートの出荷がほとんどだったんだから。まゆみちゃんの顔に硫酸かけたの。あれ本当は幸子ちゃんを狙ってやったんだってね。残念ですが今の技術ではここまでが限界です。硫酸が骨の奥まで侵食しておりますので、これ以上の手術は生命の危険さえあるのです。どうかご理解ください。毎日ごめんなさいね。今日も体調悪いみたいなの。そうですか。じゃあまた来ます。本当にごめんなさいね。もうすぐ新学期なのに。ねえ、まゆみ学校来れるのかな。来れるといいけど。また明日来てみようか。うん。もしもし。沢田、俺。先輩。お母さんのこと残念だったね。はい。体の方は大丈夫か。
はい。先輩、いつ東京に行くんですか？明日。そうですか。今、近くの商店街まで来てるんだけど、会えないかな？ごめんなさい。そっか。手紙、書いてもいいですか？うん、もちろん。あ、俺も書くよ。元気出せよ。沢田は笑ってる方がいいんだから。はい。じゃあね。うん。どうしたの？私、新学期から学校に行く。え？ダメ？でも、まだ怪我も良くなってないし。ここでじっとしててもしょうがないしさ。見舞いに来てくれたのに会えなくてごめんね。いいよ、そんなの気にしなくて。まあ大丈夫。うん。そうだ、カウレとジュンコは何組？私たちは F。 マユミも一緒だよ。そっか、よかった。また一緒だね。そうだね。あ、そろそろ教室戻んなきゃ。学校どうだった？うん、別に普通だったよ。そう。
ケンジ君とは会ってるのか？たまに電話してる。そうか。今日もたくさん電話あったけど、借金そんなにあるの？ん？なんてかなるよ。そんなことお前気にすることないよ。今度の連休みんなで旅行に行かない？久しぶりに。うん、そうだな。おい、池田、お祝い来たぞ。やめろよ。お前前お祝いに告白したんだろ。今なら誰でも付き合ってくれるって。告白なんかしてねえ。嘘つけよ。お前が踊り場で告白してんの見てんだよ。してねえっつってんだろ。すごいよね。よくあれで学校来れるよね。おいわちゃんって F 組の沢田真由美。ああ、ほんと私だったら学校来れないよ。マスクの中見たことある？ないない。すっごいらしいよ。もう絶対元に戻らないんだって。あれじゃあ一生結婚できないよね。結婚どころか気持ち悪くてご飯も一緒に食べれないよ。お父さんが人殺しちゃったんでしょ？そうそう、ほんとすごいよね。うつうつ。お父さんも頭おかしいんじゃないの？やばっ！やっ！ちょっ！やっ！やっ！やめてよ！やだ！痛い！何があったか聞かないの？お姉ちゃん、私とご飯食べるの嫌？ううん。自分のことは何言われてもいいの。でもお父さんのこと悪く言われたら、お姉ちゃんだって同じことしてるでしょ？あんたの気持ちはわかるけど、でもこれ以上目立つことはしないでほしいの。自分のためにも。元気にしてますか？大学生活は勉強で忙しいけど、なんとか頑張ってる毎日です。俺の住んでるアパートは狭くて汚いとこだけど、炊事洗濯もちゃんとこなし、料理も少しは上達しました。沢田からもらった手袋もちゃんと活躍してます。そういえばこの前テレビで地元の映像が流れてました。沢田と一緒に見たあの街を見てちょっと懐かしかったです。森山先輩、お元気そうで何よりです。私のやけども少しずつ良くなってきて、今では元気に学校に通う毎日です。部活はさすがに参加できませんが、先輩のおかげで裁縫という趣味を持つことができました。今はそれに打ち込む毎日です。先輩が勉強に集中できるように、今は座布団を製作中です。今度送りますね。ではお元気で、真由美。真由美、入るぞ。
うしたの？なんだこれは。座布団。そっか。いっぱいあるんだな。うん、なかなかうまくいかなくて。何、どうしたの？いや、別に何のことはないんだ。学校の方はどうだ？うん、楽しいよ。そっか。真由美は将来何になりたい？特に。あ、でも東京には行きたいかな。東京か。ま、あんまり夜更かしするなよ。私たちだけになっちゃったね。うん。お父さん生命保険入ってたんだって？うん。それで養鶏所の従業員に未払いだった給料と借金を清算してくれって遺書に書いてあった。ごめんね。なんでお姉ちゃんが謝るの？元はといえば私が原因なのよ。雅彦さんとちゃんとした別れ方をしていればお母さんだって真由美だってお父さんだって。そんなのお姉ちゃんのせいじゃないよ。私家戻るわ。え？いいわよ、無理しなくて。今大事な時なんでしょ？大丈夫、家から通えるし。これからまた大変よ。きっと変な噂も立つし。大丈夫、私強いから。
っていいわよ。いえ、でもこれは私がやっておかないと。あとは明美ちゃんに任せて。電車なくなるわよ。じゃあすいません、明美ちゃんごめんね。ゆきえちゃんも大変ね、いろいろと。はい、でもあまり気にしないでください。お店に迷惑かけたくないんで。お疲れ様です。お疲れ様。あんた学校どうなの？例の先輩とは文通続いてる？うん。お姉ちゃんはどうなの？仕事の方？順調よ。今店のほとんどを任されてるの。オーナーのキミコさんにも本当によくしてもらってるし。そう、よかった。私もね、また仕事しようと思ってる。ゆきえにだけ頼るのも悪いしね。で、近所のスーパーでパートの募集してたの。もう決めてきちゃった。源氏さんとはどうなの？まだどうなるかわからない。離婚になっちゃうの？あんたたちが心配しなくていいの。とにかくこれからは3人で力を合わせて頑張らなきゃいけないんだから。うん、そうだね。ありがとうございました。陸上部員だったんですってね。インターハイでダントツ1位だったって本当なんですか？うん、本当よ。へえ。あの、噂なんですけど、沢田さんの顔って昔のお姉ちゃんの恋人に硫酸かけられたって。そうみたいね。詳しくは知らないけど。うわ、痛そう。あのマスクの下どうなってるんですかね。そんな話するもんじゃないわよ。沢田先輩って彼氏がいたって聞きました。陸上部員の先輩で東京行ったっていう。さあ、彼氏ってほどの仲でもなかったんじゃないの？今でも交流続けてるんですかね。その彼、沢田さんの顔見たことあるんですかね。本人に聞けば。先輩たちって仲いいんじゃないんですか？だって聞きましたよ、親友だって。まあ親友っていうかね。えあんたね、おしゃべりが過ぎるわよ。はい、すいません。はい、集合。はい。前略、森山先輩へ。お元気ですか？最近うちの事情でゆきえお姉ちゃんが実家に帰ってきました。これから姉妹3人で暮らすことになりました。この前送った座布団はどうですか？気に入ってもらえましたか？実は最近裁縫部に入部して腕を磨いています。そこでできた新しい友達と仲良く腕を競ったりして充実した毎日を送っています。服も作れるようになったんですよ。今は先輩に服を製作中です。楽しみにしててくださいね。
環境が変わるって楽しいものですね。先輩もそうなのでしょうか。新しい自分が見つけられそうです。それではお返事お待ちしています。真由美。誠司どうしたの。早く部屋に入ろうよ。雨が降りそうだから洗濯物取り込まないと。うん。返すよ。え？俺幸子と別れたくない。俺さ、そっちに住もうと考えてるんだ。一緒に住もう。ゆきえちゃんやまゆみちゃんが迷惑でなければ。ケンジさん、でもそんなことしたらケンジさんが、ご両親にも顔が立たないし。そんなの何とか説得してみせるよ。気持ちは嬉しいけど、でももう少し待って。せめて真由美が高校を卒業するまでは。分かった。でも困ったことがあったら何でも相談してよね。もしもし、吉沢病院です。はい、ちょっと待ってください。ユキ電話。誰ですか。よくわかんないけど妹さんっぽい。ちょっと失礼します。もしもし。お姉ちゃん、私。真由美、どうしたの。なんかあった。何時に帰ってくる。どういうこと。とにかく早く帰ってきて。何なのよ。幸子姉ちゃんは。幸子姉ちゃん今日遅くなるって。だからなるべく早く帰るようにするから。うん、分かった。
お姉ちゃん最近すごく疲れてない？あんたこそ顔色悪いわよ。そう？ケンジさんはどうだった？まあね。ねえ、真由美のことなんだけど、なんか最近変なのよ。変って？今日ね、帰ってきたら鍵が閉まってて、何かに怯えてるみたいなの。そういえば今日お店にも電話あった、怖いって。まあ近所の子供たちにお化け屋敷とかいろいろ言われてるし、気分的に落ち込んでるのかもね。あの子、自分では何も言わないけど、学校でもいろいろ言われてるだろうし。昨日夕方、岐阜県鴨郡八尾町の路上で、帰宅途中の女子高生2人が刃物を持った女に刺され死亡しました。女は逃走しています。警察では殺人事件として捜査本部を設置し、逃げた女の行方を追っています。昨日午後5時ごろ、岐阜県鴨郡八尾町の路上で、帰宅途中だった県立久美高校3年の村岡純子さん17歳と山本薫さん17歳が突然刃物を持った女に胸などを刺されました。村岡さんら2人は病院に運ばれましたが、出血多量でおよそ1時間後に死亡しました。警察によりますと、2人を刺した女は、これってあんたの学校の生徒じゃないの？大柄で赤い服を着ていたということです。大丈夫？こんな形で再会するなんてな。手紙の返事なかなか書けなくてごめんね。君もいろいろ大変だったそうだね。お父さんのこととか。大学どうですか？うん、まあまあかな。いつ東京帰るんですか？明日の昼には。あの、明日の朝時間もらえませんか？先輩ともう一度あの景色見たいんです。私いろいろ辛いことがあったから、あそこに行けば私頑張れると思うんです。うん、分かった。今日じゃなきゃ無理なの？うん、今日。ごめん、予約でいっぱいなのよ。そっか、無理ってごめん。
んねお姉ちゃん無理言って。いいのよ。誰に会うの？前話した人。ああ文通してる先輩。そう今帰ってきてて。そっか大丈夫？何が？何かあったらちゃんとお姉ちゃんたちに言うんだよ。うんありがとう。犯人の手がかり全くないらしいね。こんな小さな町であんな事件があるなんてな。学校はどう？まあまあです。あのさ昨日みんなに会って話してたんだけどさ俺たち付き合ってないよな。なんか付き合ってるって噂聞いてさびっくりしたんだよ。その噂迷惑ですか？迷惑っていうか本当は第二ボタンだって純子たちに頼まれたわけだし。だいたい沢田のことは妹みたいに思ってたわけだし。私は好きですよ先輩のこと。うん。だからその私の顔のせいですか？いやいやそうじゃなくて沢田は綺麗だよ。これでもですか？これでも私綺麗ですか？いやそのおれ付き合ってる人いるんだ。場所なんだけど。へえ広いですね。場所も良さそうだし。で相談なんだけどユッキーこの店内装から全部やってみない？え？ここは若い子もたくさんいるしユッキー向いてると思うのよ。ねお願いできないかな新店舗の店長。私でいいんですか？もちろんこっちからお願いしてるのよ。はい私頑張ります。よかった。都内の大学に通う男子大学生が行方不明となり警察は公開捜査に踏み切りました。
行方不明となっているのは帝都大学1年の森山誠司さん18歳です。森山さんは先月30日岐阜県加茂郡に出かけ、高校時代の同級生の葬儀に出席した後、行方が分からなくなっています。亡くなった高校時代の同級生、森山先輩行方不明なんだって。え、森山先輩って陸上部だった人よ。あ、この前のお葬式の時に帰ってきて以来いなくなっちゃったんだって。またなんか事件？さあ、まだ分からないけど。森山先輩ってあのお岩と付き合ってるって人？それ結局お岩の思い込みだったんだって。森山先輩本人がみんなに言ってたらしいよ。あ、やっぱそうなんだ。ありがとうございました。店長、ちょっとすいません。今度ね、新しいお店を任されることになったの。すごいじゃない。すごいでしょ。場所は宇野前駅の近く。前より近いじゃないの。ゆきえの夢が叶ったんじゃないの。うん、まだまだこれからだけどね。お給料も上がるし。すごい。はーい。誰かしらこんな時間に。沢田真由美さん、ご在宅ですか。森山さんの件で今聞き込みをしてるんですが、あなたと森山さんがお付き合いがあったと噂を聞いたもんですから、何かご存じありませんか。森山さんに最後に会ったのはいつですか。カオルと純子のお葬式です。それ以来会っていない。はい、会ってません。それに私たち付き合ってませんでしたから、ただの噂です。そうですか。他に何かご存じありませんか。ありません。森山さんは一つ年上で同じ陸上部でしたよね。はい。一緒に遊んだりとか買い物行ったりとか。そういう関係じゃありませんでしたから。そうですか。何よ姉ちゃん。森山くんのことなんだけど、あんた美容室来た時は下会うって言ってなかった。会ってない。会わなかったのよ。私たち付き合ってなかったんだから。どういうこと。何が。あんたなんか知ってんじゃないの。知らない。本当に知らないって言ってるでしょ。お姉ちゃ ん、 ん何真由美の様子おかしくない。あの子何か隠してるみたいなの。隠してるって何よ。あの子こないだ美容室に来た時森山君に会うって言ってたのよ。でも会ってないんでしょ。でも会ってたら、あの子嘘ついてたとしたら。変なことを言わないでよ。あの事件の犯人まだ捕まってないんでしょ。怖いわね。みんな同じ高校の生徒なんでしょ。なんか関係あるんですかね。あの男の子もまだ見つかってないんでしょ。きっとどこかでもう死んでるんじゃないの。ちょっと言い過ぎですよ。犯人って赤いコートの女でしたっけ。赤いワンピースじゃなかった。コートですよ。
私犯人は同じ高校の男子生徒がやったんだと思うのよ。だって女の力じゃ無理でしょう。女装した男がやったのよ。怨恨よ怨恨、きっとそうよ。そんな物騒な話やめてくださいよ。はあ、気がめっちゃ。キミコさん、どうした？ちょっと体調が悪くて今日早退してもいいですか？大丈夫？どこか悪いの？いえ、少し休んだら良くなると思うんで。いいわよ、今日は帰って。今ユッキーに倒れられたら困るんだから。すいません。北海から地中海への出口、これがボスフォラス海峡というんですけど、ここ南下を目論んでたロシアの生命線だったんだよね。そして1853年ロシア軍とオスマントルコを支援する英仏軍がクリミア半島で激突しました。ここ有名な話ですと、この戦争に看護婦として参加してたのがイギリス人のナイチンゲールですね。私妊娠してるの。本当？うん。私産んでいいのかな。当たり前だよ。じゃあすぐにでも一緒に住んでくれるよね？でもケンジさんのお父さんがなんていうか。親は関係ないよ。これは俺たちの問題なんだ。それに子供ができたって知ったらもう何も言わないよ。でも幸子、これからちゃんとやり直そう。ゆきえちゃんとまゆみちゃんにもちゃんと話してくれるよね？お姉ちゃんちょっといい？何よ、びっくりしたじゃないの。これまゆみの部屋で見つけたの。何よこれ。これ返り血よ。え？あの子やっぱり何か事件に関係してるのよ。何言ってんのよ。ちゃんとこれ見てよ。警察に話そう。ねえお姉ちゃん、ダメよ。え？それは絶対にダメ。そんなことしたらあんたどうなるか分かってるの？どうなるって何が？私たちのことが全国に知れ渡るのよ。ただでさえ
民が狭い思いしてるのに、もうどこにも住めなくなるわ。全部むちゃくちゃになっちゃう。あんただって今大事な時なんでしょ。このことがバレたらあんた一生美容師なんかできないわよ。じゃあどうしたらいいの。私に少し時間をちょうだい。お願いだから。警察の方や地元の方々にも探してもらっていて、学校の友達や親戚もみんな心配しています。生きているなら一刻も早く戻ってきてほしいんです。どんな情報でもいいんです。教えてください。お願いします。あの週刊誌などでは殺人の可能性が高いとして報道されてますけども、その辺のことは親御さんはどう思われますか。そんなこと、あの子本当にいい子なんです。人に恨みを買うようなことはあるはずがないです。森山さんのお母さんもかわいそうね。森山君もう殺されてるかもしれないね。ね、真由美。森山さんに関連があるかどうか慎重に捜査をしています。森山さんは身長173センチ、中肉中背でチェック柄のシャツを着ていたということです。岐阜市立動物園で来園者が動物と触れ合う特別イベントを開き、家族連れなどでにぎわいました。このイベントは岐阜市立動物園が来園者にもっと動物と触れ合う機会を増やすために今年初めて開いたものです。今日開かれたイベントには家族連れなどおよそ500人が集まり、本人の乗馬体験や象に餌を直接食べさせたりして楽しんでいました。この他にもウサギを抱くことができるコーナーも人気で、訪れた人たちは動物との触れ合いを楽しんでいました。次は感染収束実施率の
姉ちゃん。も手伝いなさいよ。将来棒に振りたくないんでしょ。自分の店持ちたいんでしょ。分かった？うん。じゃあ行ってみて。真由美は東京の病院に入院した。そう、それでいいの。大丈夫？顔色悪いんじゃない？大丈夫です。
ごめん、真由美。違うの。私、知らなかったの。本当に殺そうなんて思ってなかったの。
姉ちゃん、私綺麗？女ってあれでしょ、マスクした髪の長い赤いコート着てるんだっけ。えベージュじゃなかった。夕方道歩いてると私綺麗って聞いてくるらしいよ。で綺麗って答えたらその女これでもってマスクを外すんだって。その口は耳まで裂けてるって話でしょ。本当でそいつ綺麗なの。昔はすごく綺麗だったんだってさ。じゃあブスって言ったらどっちにしても殺されるんだよ。でもマードって3回言ったら助かるんだって。なんか口先女の彼氏がマードを使ってたらしいよ。あれって子供の噂でしょ。塾に行きたくないって。そうよバカバカしい。なんでも別光飴を渡せば助かるとかって。何それ、なんで別光飴なの。 100m 3秒で走るらしいよ。怖い。私は別人です。